皆さんこんにちは。31歳でファイアした投資家ゴリモーフィアスです。またビットコイン大暴落の被害者の会の会長ですが、皆さんに質問です。皆様はスラムダンクという漫画を読んだことはありますか？私はあります。ということでね、私が中学校ぐらいの時ですかね、まあ小学校中学校ぐらい、いとこの家に行くとね、スラムダンクとか名探偵コナンとか、あとは初めの一歩とかね、全巻あったわけですよね、うん、でそこでねちょっとだけ見たね、あの時のねゴリめっちゃおもろいですよね。で主人公の名前覚えてないんですが、ね、ゴリともう一人ね、あの赤い髪の坊主のあの人が主人公ですね。で覚えてるのがこうなんですよ。諦めたらそこで試合終了ですよと。はい、これねすごい胸に響いてね、野球とかでもありますよね、9回の裏、うん、2アウト、うん、そこで諦めたらもう試合終了だと。まだ逆転のチャンスはあるんだと。で人生もまさにそうじゃないですか、皆さん。自分の中でね、もう諦めちゃったらもうそこで試合終了なんですよ。まだ笛ね、鳴ってないですよね。鳴ってないから、まだね、諦めちゃいけないんですよ。ピーって鳴ったところで諦めないといけないと。で、なぜこの話をしてるかというと、皆さん、わかりますか？そうです。マーケットが試合終了になってしまいました。はい。これ、ね、お葬式ですよ。うん。多分4回目のお葬式ですね、今回は。ということで、米株ですね、マーケット完全に、グロースだけじゃなくて、バリューストックも含め、完全なる大暴落。これはもう、流血、出血大サービスの、まあ、試合終了ですね。本当に。ということで、まあ、諦めたら試合終了なんですけども、もうこれはマジで試合終了レベルで、実はこれをですね、私は月曜日の動画で言ってたんですよ。今週のね、決算、アメリカの中級階層が買うね、ウォルマートとかね、ターゲット、ホームデポ、あとはね、ローズ。この辺が決算が出て、これでね、リセッションかどうかが分かる。非常に大事なね、うん、非常に大事な、今週は大事なね、ウィークになってくるというのが、これですね、今週の月曜日に、5月の16日に話した、ここの部分です。中年大事なのが、特にグロス、米国グロス株の決算、大企業はね、超トップ級の方とかっていうのが終わったんですね。ただ、今週あるのが、まさにバリューストック系ですね。ですから、ウォルマート、ホームデポ、この辺ね、アメリカの超大企業、ね、消費者が毎日買うような、ね、そういうところに来るわけじゃない、うん。あとは、これですね、ローズ、これはね、まさに、関東地方だと、私の住んでる方は、ね、そういう感じのね、キザハートですね、あとハート、ターゲットも、ということで、もろですね、この消費者、アメリカの経済が回ってる、誰が回ってるか回してるかというと、中級層ですね、ミドルクラスが一番多いですね、人口のパーセンテージ的に。もちろんトップのところで、確か 2% ぐらいさ、確か 80% 90% ぐらいね、アメリカの世界の富に入れていますけども、あの人たちがそんなに、ね、毎月毎月、そんなに、ね、消費できるまでそこまで行くわけないんですけどね。なので、中級層のミドルクラスが大体、アメリカの平均年収が大体4万ドルとかなんですね、アメリカので。4万ドルから例えば10万ドルとか20万ドルぐらい。ただ、アメリカではギリ15、年収15万ドルぐらいの中級層なんですね、20万ドルぐらい。この方が大体ね、人口というかパーセンテージで言うと、まあ、次45、60% 以上してますね。平均が4万ドルなので、そのベランダで大体4倍以上してるんですね、10倍になって。で、その人たちが毎日買うものなんですね、ウォルマートとか、ローズとかね、ホームデポとかね、まあ、いろいろね、電子とか、バーベキューの機材とか、そういうのいろいろあるんですね。ですから、これらの決算が悪ければ、中級層、つまり、ベストミドルクラス、アメリカの経済を回している、ミドルクラスの消費が落ちているからこそ、これらのね、決算が落ちるところになるので、おそらく中途半端ですよ。インフレで、ね、怖いものが出ているので、これらの決算は悪くなると思うんですけど、それが出ると、まあ、これ後押しされるとですよ。米国経済、おそらく下が見込みます。これはバリューストックの領域なので、バリューストックの決算が悪くなったら、もちろん、ローズもね、多分ビットチューズも欲しい、そうするとね、これ10年くらいですよね。これが、ね、多分下に落ちるんです。はい。ということで、この決算が悪ければ、米国マーケットはコテンパンにやられるというふうに言った通りですね。ドドーン。ね、ウォルマート、ターゲット、ホームデポ、ローズ。これら、軒並み、やばい損失を出してます。めちゃめちゃやばいです。はい。ということで、確かウォルマートに関しては1973年とか78年以来の損失ということなわけですね。はい。で、ターゲットなども、はい。かなりやばい。うん。ということで、これですね、ロスが出ていて、これが出るってことは、アメリカのね、大衆が、消費を控えているということで、これはやばいですよ。これね、グロースストックじゃないですよ。バリューストックですよ。うん。ウォルマートね、50年ぶりぐらいに、こういうね、損失が出したらしいんですよ。ということで、今回ですね、それにつられてではないですけれども、SP500、ガチ落ちですよね。まあ、これ、一昨日ぐらい言ってたと思うんですが、ここまで上がってきたら、ここをね、レジスタンスにして落ちてくるというふうに予言した通りになりましたよね。で、その後、BIX ね、爆上げですね。200日をサポートにして、また爆上げで上がってくると。はい。で、オイルですけれども、110ドル。これ、50日をサポートにして、また上がっていくでしょう。ロサンゼルスでは、1ガロン7ドルぐらいとかってなってるらしいですね。7ドルとか6ドルとか。アメリカ平均が4ドルらしい。で、見てください。ね。我らがイーロンのテスラね、おとといのライブで、テスラが今後やばい理由で5つぐらい理由を挙げましたけども、やっぱり落ちてきましたよね。700ドル。やばいですよ。で、さらにやばいのがね、バリューストックなんですよ。バリューストックってことは、コカ・コーラ。見てくださいよ。これやばいですよ。バリューストックでこんだけ落ちるってなかなかないですよ。8% ね。ペプシ。ね。で、ウォルマート。うん、ウォルマートがやばい。うん。中級階層ね、うん、支える、毎日ショッピングするウォルマートですよ。うん、これが爆下げなんですよ。見てください。わかります？これバリューストックですからね。うん、安泰と言われているバリューストックが、これウィークリーチャートで見てますけど、これだけね、うん、まあ、決算が出て、うん、爆下げなんですよ。で、その他にも、ターゲットね。
うん、ターゲットコーポレーションアメリカですけど、爆下げ。ね。わかります？うん、230から160まで 35% ですよ。うん、これ、ウィークリーチャートですからね、ちなみに。うん、だから、1996年から遡っても、2008年、ここですよ、皆さん。2008年ここですからね。ここのトップからボトムまでで 64% ね。まあまあまあ、結構ですよね。半分以上。で、ここから見ると、まあ、まだ 40% ですけども、値段の落ち幅半端ないですよね、これ。ということで、ね、バリューストックがこうなってしまったら、まあ、これはもうリセッションね。うん、これ避けられないと。あの、アメリカのモーゲージレートがね、うん、爆上げしてて 6% とか 7%。だから今からね、買う人いないですよ、家を。モーゲージ。あの、住宅ローンのね、利率が高すぎて。ということで、どんどんね、やばくなってきて、でですね、ついに、やばいことが起きてきました。なぜかというと、ネットフリックスとかですね、アマゾンが、新しいね、あの、新入社員、エンプロイをハイヤーするのをね、フリーズし始めたんですよ。だから、ハイヤーフリーゼングって言われてるんですけども、ネットフリックスとかが、あのね、あの、カットし始めたんですね。150人の、社員をね、カットしたと。Facebook も Uber もそれぞれね、新入社員のハイヤリングを止めて、ということで、これですね。Tech layoffs and hiring freezes increase as cheap money shrink ということで、Netflix が150人の首を切ったと。まあ、あの、決算が悪くてね、株もボコボコでしたから。ということですね。その他にも Facebook。Facebook も、hiring freeze をしているようですね。で、AWS もおそらくすると思うんですよ。ということは皆さんどうなるかわかりますか？昨日話したんですが、まあね、いろんなね、このリセッションをね、リセッションを予測するインディケーターがたくさんあって、例えばね、VIX とか、オイルが100ドル超えたらとかね、あと10-2 のね、イールドがフラットになったらね、過去結構なってますよってリセッションだって言いましたけども、リセッションになるときって大体失業率が上がるっていうふうに言いましたよね、2日ぐらい前。で、今ちょうどその兆候が出てきたんですよ。うん。今まではね、労働市場がね、すごい強いっていうふうに FRB のね、パウエル議長が言ってたわけですよ。で、従業員ね、雇いたくても雇えないと。で、賃金スパイラル、インフレのスパイラルがあると。で、ようやくですね、ネットフリックスとかフェイスブックとか AWS とかっていうね、トップのトップですよ。Google、Microsoft とかね。この辺が、ハイアリングフリーズで、雇用ね、うん、新しい社員をね、雇用するのをやめたりね、首を切るってことになったら、中級レベルのね、会社もどんどん、うん、お金ないですから、それで仕事がこれからどんどんなくなって可能性があると。ってこともドミノエフェクトですね。うん、インディケーター的にもすでにね、10-2もあるし、オイルもね、すべてリセッションのリスクを表していて、モーゲージも 6%、7%。で、最後にね、まあ、最後の決め手になるのが、なんか失業率が高まった暁には、ね、住宅ローン、レント払えなくて、ね、そこからフォークロージャーになって、家がね、差し押さえになって、ってなるわけですよ。で、そうするとね、まあ、2008年のリーマンショックみたいな感じで、たくさんの、ローンですね。うん、レバレッジかけて、ローンでね、貸してた銀行とかが、現金ね、うん、やりくりができなくなって、ってことで、まあ、マーケットがね、いろんな金融商品も、暴落する可能性もあるし、マーケットもね、うん、やばくなるってことで、まあ、もしかしたら、まあ、昨日言ってたように、イーロンがツイートしたようにね、ここからね、18ヶ月以内にリセッションが来るというふうに言ってますけども、Google 様々 3.6% の下降、うん、Apple、世界でトップですよ、Apple。Apple が昨日 5% の下落してるわけですよね。で、ここからね、止まらない可能性が多いわけですね。Amazon 7%。ね。まあ、Facebook、Netflix とかね、もう試合終了ですけども、ね、うん、Shopify も落ちて、うん、Etsy 10%。うん、だから消費者関連ですね。うん、Square もそう。ね、ガチガチに落ちます。テスラも、7% 落ちて、エンビリアね、7%。ということで、まあ、GPU とかでね、ディマンドが減ってきてますから、今。ということで、まあ、テスラね、700ドルに落ちると言った通り、で、SP500 もね、ここね、レジスタンスにして落ちてくるよと言った通りの、予言通りの動きになってますけども、まあ、今週ね、やばいと言った通りですね、この動画で言った通り、やばくなってきました。ということで、ついにやばいですよ。ということで、SP500 も過去40年でもピークレベルの大暴落で、私ツイートさっきしたんですけど、これ見てくださいね。1980年からですね、大暴落というかね、まあ、コレクションのデータを取った、グラフというかね、テーブルなんですけれども、これ見てみると1980年から今2021年ね、2021年の1月をトップにした場合で、で、違う、1月からの期間で、そうですね、今コレクションが 18%、つまりトップからマイナス 18% になってるわけですね。で、重要なのがドットコムバブルとリーマンショックのこれですね、リーマンショックの2007年とドットコム。この時はコレクションで、まあ、11%、18%。だからそれにね、匹敵するぐらい今落ちてるわけです、SP5。で、その後1年後のね、ロー、2年後のローで、この時が特筆すべきなのは、1年後も2年後もね、さらにね、ネガティブだったわけですよ。つまりこれね、2008年、
マイナス43で、次もマイナス10ということで、1、2年ね、そこにずっといたから、ようやく落ち上がってきたっていうことなわけですね。で、それが過去、ね、80年から戻って、だから40年間でね、過去2回しかないわけですよ。2年もね、こうマイナスになってるっていうね。うん、で、それが今回来る可能性が、ね、なくはないんですよね。まあ、レアですけども。うん、だから、それが来た場合には、まあ、来年までね、うん、ネガティブになってる可能性もなくはないし、今の、ね、この落ち幅が過去20年から見ても、まあ、マックスレベルですよ。マイナス 19%、マイナス 19.9。で、マイナス 20% がないので、ね、ほぼ、うん、最大級の落ちがすでに来てると。ただ、ここで終わらない可能性があるわけですね。うん、もう一回ね、ガツンと落ちる可能性があって、でそれだけ今ね、20年間で、うん、一番やばい。まあ、これ40年間でもね、相当やばいぐらいの大暴落が起きてるっていうのを、まあ、昨日のね、動画でも言った通りね、20年間でバックテストしたら、過去20年で一番やばかったと、リーマンショックでもやばかったっていうふうに昨日言ったんですが、これ見てみると、過去40年でトップ3に入るレベルですよね。うん、ということで、皆さんもね、これが、まだリセッションが本当に来る、きっと来るって感じになっちゃうので、やばいと。で、さらに次ですね、グローバルオプティミズム、アットニューレコードノーということで、オプティミズム、楽観視する人が低いと。つまりみんなね、めちゃめちゃ悲観視してるんですよ。これが低ければね、この数字がね、Y 軸が低ければ低いほど悲観してると。で、この値、やばいですね。ドットコムバブルよりも低くて、まあ、リーマンショックよりも低いわけですよ、今。ですから、まあ私たちはね、うん、パウちゃんの、結局ね、パウエルに始まってパウエルに終わるじゃないけども、パウエル議長と、あとね、ジョー・バイデンもそうだけどね、現金配ったのは、あれはね、スティムラスチェックで、ジョー・バイデンのね、政策ですよね。これはパウちゃん、何も言えない。で、パウエル議長は、超低金利政策をしたと。まあ、どっちかというとね、新しくね、キャッシュをね、バンバンばらまいたね、パウエル議長が、結局インフレを引き起こしてですよ。うん、インフレを引き起こして、こうなったわけですよ。うん、で、バブルを作ったと。で、作ったバブルは弾けてしまうので、こうやってね、このね、アップダウンを作ったのは全部ね、パウエルに始まってパウエルに終わるみたいな感じでね、うん、まあもちろんその間にね、うん、中国のサプライチェーンのね、問題とか、ロシアの戦争っていうのもいろいろありましたけども、あとコービットね、まあ外的要因もありますけども、はい、一番ね、診察を吸ったのは、ジョー・バイデン、パウエル議長ですから、うん、まあ、だからこれはね、作られるようにしてね、作られたリセッションかなというふうに思いますけども、マジでやばいです。試合終了ですね。ということで、ビットコインですけれども、なかなか落ちてこないなという状況ですけれども、まあ、ゆっくり落ちてきてますよね。ここからね、ようやく3万からね、落ちてきてからの、今度ここをね、レジスタンスにしてですよ。ここでね、反転上昇しようとしてるんですが、この3万、じゃあ2万9000、3000のところを、今度またレジスタンスラインにして、つまりレジスタンスが2つあったわけですね。1つ目のレジスタンス、で、2つ目のレジスタンス。で、ここからこうなっていくっていうのが、まあ、まあまあセオリー通りのね動き方かなと思うので、ここからねぜひ落ちてくるでしょう。全然戻り幅がね強くないので、まあ、完全に下向きかなというふうに、ゴリモーフィアス会長はおっしゃってますね。はい、ということで、まあ、今週ねやばいと言った通り、うん、月曜日のね予言が当たってしまいましてですね、まあ、決算ボロボロ、うん、もう閉店ガラガラセール、もう出血大サービスみたいな感じになっちゃって、これからもねさらにやばくなっていく可能性ありますからね、まあレバーはやらないで、まあだから長期で見ないとダメかなっていう感じですよね。今日のフィアとグリーデンス13ですけど、これでまたストーンと落ちますよ。うん、すぐ買うは分かんないですけども、ということで、今日はですね非常に大事な今週のね、もう木曜日ですけども、もう結果が出て、うん、大暴落、もう試合終了になってます。はい、皆さんもお気をつけください。ということで、今回ねチャートの TA や、英語ニュースをね解説役立ったなと思う方は、ぜひ LIKE ボタンをスマッシュしていただいて、またね YouTube のアルゴリズム助けになってくれればありがたいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。皆さんバイバイ。